いよいよ合田と小河原の決戦の火蓋が切って落とされようとしている。しかし未だ小河原との戦力に差があることは明白である。合田が生き残る術は時の声が上がる前に敵国の侍大将を討ち取り采配を振るう者を消す以外道は残されていないのである。合田め、目にもの見せてくれようぞ。どうした？忍び？くそ、逃げない！何の音だい？頼む。なんだ？音がしたか。気のせいか。なんだ？誰だ？うわっ！怪しいやつめ！うわっ！
排除する。生きてることが巧妙だな。